100いないダレンディ、50いないダレンディ、25いないダレンディ、ワイポゼロノーチャンス。ワイポイントがゼロになりました。スタート。花を咲かせましょう。久々だね。昔やってたんやけどね、100以内よりもっとやってたかな。25位とかね、30位とかもやってたんやけど、まあまあチートがちょっと多すぎてね、まあ、やめてたんだが、まあ、最近多少はね、まあ、まだまだいるんだけどね、多少は落ち着いたということで、100以内チャレンジから復活させていきたいなと思います。オッケー、大丈夫かな。でね、なんかで言ったかな、なんかの動画で言った気がするけど、もうニャー KB とブルジョアね、ニャー KB ブルジョアはめちゃめちゃ強い。スキルね、ニャー KB のスキルで、これ今はちょっとちゃんとやってるけど、この膨らましたやつとサイズ2のやつ、これいつも通りです。はい、これを消せばね、まあそれはたまるんだけど、このタップでデカプニで膨らますやん、ニャー KB を。それをそのまま消すだけでも、要はサイズ7かな、ちょっと難しい話なんやけど、サイズ7でもたまるんよ。今サイズ7やってんけど、多分サイズ7でもニャー KB のスキル、これ 60% かな、これ 60% かな、発動すればたまってくれるから、まあ、ちょっとブルジョは苦手だよっていう人もね、まあまあやりやすいかなと。ここはちょっと確実に言っとこうか。ただあんまりこうなんてやりすぎると、まあ、60% だから失敗するときは失敗するから、ちゃんとこう膨らましたりした方がいいんだけど、まあまあ普段よりはやりやすいのかなということで、まあ、何を言ってるんだという人は無視してくれても大丈夫です。オゲイだ、このパーティーじゃなくてもいいかな。なんかとりあえずこのパーティータップでデカプニ系でやるのであれば、あれかな、花咲丸は別になくてもいい。エジソンでも多分ほとんどスコア一緒だと思われる。落ちてきたわ。オーケー、エジソンでもほとんどスコア一緒です。でなんかそのやべえ上級者、やべえ上級者はなんだっけ、プニキュービかな、プニキュービとこのニャーケビー、これを2個入れてる。要はタップでデカプニのやつを2個入れてやるやつね、俺が超嫌なやつでやってて、なんかよくわかんないわ。なんか実質何1位の人とかはなんか7フィよくわかんない、7フィーバー8フィーバーとかなんかよくわかんないこと言ってるので、まあ、そのパーティーもまあありかなと。そっちの方がいいのかな、おそらく。ただ、ちょっと俺はこっちでやってるけどね。これでね、まあ、1000万はいけるかな。うん、ダメージね。OK。どっかで、ちょっとあんまり気にしてなかったけど、運ゲーも発揮してたかな。これ多分サイズ7とか。
ける？ああ、ほら、これ失敗するとこうなるのね。こうなる。今、スキルが発動してなかったってことだね。今、スキルが発動してなかったと。これ、スキル発動したら、なんかいい音するやん。デレレンみたいな。デレレンみたいな音がすれば、スキル発動してるってことだよね。オッケー。910万、ハーク。910万、ハーク。まあ、1000万いけるかな。944。まあ、いつも通り早送りという感じでいきましょうか。途中から。ちなみにね、先週は、すいません、100億、100億いくとか言ってて、結局、いかなくてちょっと動画にできなかったんだけど、まあ、まだ結果は来てないけど、ね、ギリギリで見たとき、100ないぐらいだった。110ないぐらいだったかな。まあ、そっから、まあ、何人か消える可能性もあるけど、そんなもんだったんで、まあ、先週ぐらいだとちょっと怪しいかなといった感じなのかな。ちょっとウシャットまだ聞いてる？あ、もう1100いってたわ。結構いってたわ。1100いってた。OK、いいね。発動してるね。発動してるね。54で。ちょっときつくなってきたな。上しかない。もう上しかないな。あ、もう切れてるくない？あ、もうドグシャッコ切れてるな。これただもう一回ドグシャッコ打つのは、ちょっともうフィーバーゲージが苦しいので。待って、これ枯れ木にさ、枯れ木に花をなんちゃらさ、あれじゃない？これドグシャッコ効いてないから。もったいないやつじゃない？これ。もったいないやつだよ。あ、ブルジョアになった。まあまあ、いいか。もう終わりだし。あ、結構いくな。1200。1200。9億ぐらいか。9億ぐらいやね。あー、でもやっぱり、このパーティーじゃそんぐらいかな。これを4回かな。5回は無理だと思うから、4回かな。いけるかな、100いない。あ、ちなみに Y ポイントは5万4000です。かける Y ポイントは。OK!5 万4000ポイントだからね。まあ、100連ちょっとっていった感じかな。でかいよ、100連ちょっとは。OK! ってことで、そろそろ早送りにしようかな。長そうだし。良きタイミングで、良きタイミングで早送りという感じでいきましょうか。もうこれの繰り返しです。はい。よし、まあ悪くはないぞ。おっと、これただ無理やな。悪くはない。これどっちだっけ、たまるっけ。あー、やばい、それはやばい。そこでスキル発動しんのかい。しょうがない、しょうがない。落ちてきて、頼む。でもくー、そあそこでミスったのは痛いか。まあ、でもどうせ道具切れてるしな。どうせ毒シャット切れてるし、ちょっと4フィーバー目が一番しょぼかった。だかな。1フィーバー目、2フィーバー目、3フィーバー目は全部1000万はいってたのだが、ちょっともうこれ、あ、そっか、あれだもんね、白金も、覚醒白金も抑えましょう。もう切れてるらんね。全然見えないわ。30億ぐらいで、30億ぐらいか。63億。まあいいでしょう。いやでもこれじゃ無理かな。これじゃ無理なような気もしてきたが、スッて言っちゃった。
13位ということで、まあまだ始まったばっかりだが、ちょっと厳しいかもしれないから、まあ、やばかったらね、スコアも更新していきたいなと思います。最後まとめておくと、久々の100位内チャレンジ、失敗すれば Y コボゼロ、かける Y ポイントは54000ということで、チャレンジしていきたいなと思います。ということで本日は以上になります。よろしくチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃ、プニキュービもやってみるわ。